はい、お晩でございます。佐渡伊藤酒店の晩酌一期一会、今夜も佐渡島からお送りします。今日の3月17日、午後2時から歯ブラシを持っておりますが、午後2時からありました、大会一丁目の文蔵さんでおけさば文蔵さんで、ギターと、サックス、なんとかサックスってなるの、大きさは分からんけど、のお二人さんが、練習をするというんだか、ちょっとライブ的な、のを2時から2時過ぎぐらいから4時ぐらいまでやっておりまして、それをちょっと拝見してきてと。まあ綺麗な音で、なんちゅうかジャズっていうんだろうか、ちょっとなかなか慣れんちょっとジャンルだったんだけど、思わずそのあのギターの弾き方とか聞いて帰って、自分も若い頃に買ったギターを引っ張り出して、こんな感じでいいヤマハのギターを弾いて、弾いてというか出してこうどっこいしょと思ってんだこれが、見ました。とても弾いてみようにも、もう全然何年も弾いてねえもんね。これは買ったのが、23歳の時だと思うんだけども、武蔵小杉の楽器屋さんで、何した忘れたけど、買いました。非常に当時高いギターで、懐をヒーヒー言うて、他にでも使うこともねえかったもんで、ギターを買ったわけなんですけども、これをまあ趣味というか、時間つぶしに、当時、この形を見ると分かると思うんですけども、カシオペアとか高中正義、そんなあたりを柄にもなくやってみようかなということで買ったんですわ。その後、帰ってきてからもまだその夢が捨てきれんで、今度はカシオペアのこんなノロ一世モデルっていうのに似たような感じなんですけど、80年代にこうその方面では有名だったんでしょうけどね、ノロ一世モデルなんつうのこと言って、こっちになるといくらか軽いんですけど、こんなアームをついておりまして、これを弾いてみようかなと、持ってきたはいいけど全然指も動かんで、昔のそのどう弾いていいんだかも全然忘れてしまったもんで、残念でしたということなんですけども、年取って体が動かんなってもこのくらいのことなら、ぼちぼち続けておれば楽しめるかなと思ったわけです。趣味の一つぐらいは持っといた方がいいなということで、ただ飲んだくれじゃ体も悪いし、同じ飲むにしても週に2日は休肝日と、今日と明日は酒を抜いて、早寝ようかなと、もう11時過ぎたんだけど早寝ようかなと思っておりまして、はい、今日は本当綺麗な音楽を聴かせてもらったということでした。愛川一丁目のおけさば文蔵さんでの、なんて言えばいいんだろうな、お二人のなんて言えばいいんだろうな、ライブというのか練習会を見させてもらったという話でした。はい、以上佐渡伊藤酒店晩酌一期一会でした。以上です。